外務副大臣は、日本の外務省を担当する副大臣。外務省庁舎中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編に伴い、2001年1月6日に設置された。同日付で、第2次森改造内閣が発足し、衆議院議員の江藤誠志郎と参議院議員の荒木清弘が任命された。外務大臣からの命を受け、政策や、 企画の立案、政務の処理などを担当する。国家行政組織法に基づき、定数は2名で運用されている。ただ、常に2名同時に任命するわけではない。福田康夫改造内閣では、衆議院議員の伊藤慎太郎と参議院議員の山本和太が任命された。しかし、2008年9月5日に山本のみ退任し、公認は置かれなかった。また、 菅第二次改造内閣では、衆議院議員の友野豊と松本武明が任命された。しかし、2011年3月9日に松本のみ、退任し、その翌日、公認に参議院議員の高橋千明が就任した。外務副大臣としての在任日数が最も多いのは藍沢一郎である。藍沢は、第一次小泉第二次改造内閣にて、 外務副大臣に任命され、それ以来、第2次、小泉内閣、第2次、小泉改造内閣、第3次、小泉内閣の、k 四内閣にて、外務副大臣を務めた。ありがとうございます。